定例の会見を始めます。2021年度政府予算案閣議決定されまして、一応お配りしている談話を出しました。全体としてですね、コロナ対策のための財政支出というのはそれは必要だと思うんですよ。それはね、ただ問題はその税金の使い方がデタラメだということだと思います。冒頭書きましたように、コロナウイルスの感染拡大という現実の危機に対して、検査や医療の拡大、医療の支援、あるいはその雇用や事業維持のための支援、極めて不十分であると。消費税減税という国民の要求にも背を向けている。で、一方で同時にですね、このコロナの下で明らかになってきた日本の社会の脆弱性を克服する、ケア労働などをですね軽視してきた構造的な問題を解決するという方針もない。今の対策としても日本社会の在り方を見直すという点でも二重に不十分な予算だと言わざるを得ません。で、さらに社会保障の自然増の削減ということが継続されております。小学校の35人学級決まりました。これは国民の運動の大きな成果だと思いますが、小学校だけ5年かけてという不十分な内容で、なんと今日見ますと文教予算全体としては増えるどころかマイナスになっているということであります。中学校高校も含めて一刻も早く35人学級を実現し、さらに30人学級へと進むべきだと思います。中小企業に対しては経営転換を条件とした融資制度などによって、中小企業の数を減らしていくと、デビッド・アトキンソンさんなどが言っているようなそういう方向へ進もうという中身もある。そして軍事費は9年連続の増額、7年連続過去最多の更新ということになっております。そこに書いたようなさまざまな問題点があると。我々としては通常国会においてですね、予算の抜本的な組み替えを求め、同時にやはり一日も早くの政権交代、野党連合政権実現のために全力を挙げたいと思います。ちなみに予備費ですが、5兆円今回積んでおります。これは財政民主主義という点からも極めて大きな問題があると思いますし、20年度補正予算で10兆円の予備費を積ん で、その使い方といったら GoTo の延長などにもっぱら使い、7兆円も使い残した。極めて問題ある使い方をやったわけですが、また来年度予算で5兆円積むっていう全く反省がないと言わざるを得ないというふうに思います。徹底的にそういった問題点を通常国会で追及をしてまいりたいと思います。それからお配りしたのは JCP サポーター祭りオンライン、これを実施いたします。今度の日曜日午後4時半から午後9時まで、詳しい内容は確か24日だったかな、発表は、24日のクリスマスイブに特設ホームページでタイムテーブルも含めて詳細の情報を発表する予定になっておりますが、お配りしたような企画内容になっております。市民の皆さんに政治を身近に感じてもらうということで、肩肘張らずに政治のこと、共産党のことを知っていただけるように、例えば山下良樹副委員長が料理を作りながらサポーターの質問に答えるといった企画など、多彩な番組を準備しております。中身については JCP サポーターの皆さんから意見を寄せていただいて、サポーターの皆さんの意見に基づいて企画を進めているということであります。私も田村智子副委員長、その他多くの国会議員が出演をする、もちろん市委員長が出演する番組も計画中、企画中であります。ぜひ共産党の魅力を大いに知っていただく機会として成功させたいと思っております。私からは以上です。最後の池内沙織前衆議院議員ですね、これね、参議院議員じゃない、衆議院議員、下から3行目。
池内沙織前衆院議員の間違いでした。失礼しました。訂正します。ご質問他の問題でもあれば、はい。NHK の金沢です。昨日ですね、森山国対委員長が、記者団のぶら下がりに対して安倍総理のですね、桜の問題について安倍総理のその承認感もなじまないと、あと予算委員会での説明もいかがなものかというふうに話をされていました。この発言についての受け止めと改めてですね、どのような場で説明を求めていくか考えをお願いします。承認感問が最もなじむのではないでしょうか。だって今まで散々嘘をついてこられたわけですから、次はやっぱり嘘をついたら偽証罪に問われる証人喚問こそ最もふさわしいと、最も馴染むと思います。非公開の議員運営委員会の理事会というのは最も馴染まないというふうに言わざるを得ません。大体ですね、本会議、この間安倍さんはですね、桜を見る会の問題について差額は補填していないとか、事務所は関与していないとか、33回嘘をついた、虚偽答弁があった。でこの33回というのは、33回答弁をしたわけじゃなくて、委員会の数、本会議の数が33回ですから、実際のその虚偽答弁の数では数えきれないわけで、歴代首相の中でこれほどの虚偽答弁を行った人はいないわけで、歴代首相の中で最も証人喚問に馴染むのが安倍晋三さんではないかというふうに思います。我々としては証人喚問を求めていきたいというふうに思っております。朝日新聞の三輪と申します。すいません、弊社の世論調査で恐縮なんですけれども、この週末内閣支持率 39% となりまして、前回から17ポイントの下落です。各社の世論調査も軒並み今支持率としては下がっている傾向なんですけれども、こうした状況を原因など含めてどのように受け止めていらっしゃるのかというのが1点目と、先ほど野党としての連立政権を目指すとおっしゃったんですけれども、ただ野党としてのその支持率はなかなか上がらない状況にあるんですが、それも含めてどのように受け止めていらっしゃるのかお願いします。内閣支持率が 39% に急落をしたという朝日新聞の報道を私も拝見しました。全体としてどの報道機関もほぼ同じ傾向になっているかなと。内閣支持率の急落は当然ではないかなと思います。やはりですね、コロナ対応について評価しないという方が 40% から 56% に増えている。で GoTo の一時停止が遅すぎたという方は 79% になっているということで、やはりそのコロナウイルス感染症の広がりに対する対応が無為無策である上に、 GoTo トラベルの固執に見られるように逆行していると、感染拡大抑止に逆行しているという姿勢が国民の前で明らかになって、もう政権担当能力が疑われているという状況が生まれてきているから、極めて当然の結果の急落だというふうに思います。でそういう中で野党の支持率がなぜ上がらないのかと、これはもう我々の努力にかかっているわけです、ありますが、やっぱりその野党が菅政権を本気で倒す、で本気で倒した後の政権を共産党も含めてオール野党で政権を作っていくという姿をやはり示すということが鍵だと私は思います。で今そういう努力を鋭意やっておりますけれども、もう一刻も早く野党として菅政権倒した後こういう政権作るんだというものを示していく、一人に野党の責任だと思いますので、全力でその責任を果たしてまいりたいというふうに思います。はい、西日本新聞社の川口と申します。関連でお伺いします。立憲民主党さんと、連立政権 の合意を取りたいお考えだと思いますが、年内に何かしら目標とされていらっしゃることはあるのかということと、先ほど立憲民主党の枝野代表が会見の中で、次の衆院選では小選挙区で立憲民主党の公認とそれに準ずる皆さんで過半数の擁立を目指すというふうにおっしゃったんですが、共産党さんはそれに準ずる皆さんに入るとお考えでしょうか。それは立憲民主党の枝野さんに聞いていただいた方がいいかと思いますが、
もうあくまでこの共闘というのは、私たちはもう明確な立場をお示しをしておりますし、もう繰り返し言ってますが、まあ、相手のあることでありますので、まあ、ひとえに立憲民主党さんほか、他の野党の、まあ、決意、決断次第だというふうに思っております。ちょっとその準ずるところに共産党が入るかどうかはよく分かりませんが、それは枝野さんに聞いてください。はい、何かしらも提供がなんとかそういう形を作っていきたいということで、今鋭意努力をしているところであります、はい、皆さんにそういう姿をお示しするのが野党としての責任だという思いで頑張りたいと思います。はい、共同通信の渡辺です。コロナ関連で伺います、はい、野党は4党として、まあ、コロナに関連して特別措置法改正案を、まあ、共同提出していますけれども、まあ、その自民党内で、まあ、その改正について来年通常国会で、まあ、改正の目指す動きがありますが、まあ、政府や自民党が法案を提出した場合、共産党としての、まあ、対応のお聞かせします。それはどういう法案なのかがまだ分かりませんから、ただやはりその遅すぎると思いますよ。だってこれだけ感染が広がってるんですから。で、まあ、菅さんは当初感染が収束してから改正するみたいなこともおっしゃってましたから、非常に腰が引けている、遅すぎるというふうに言わざるを得ないと思います。それから報道されている範囲でいうと、なんか罰則が先行するような報道も一部あります。これはもうちょっと筋違いだと思います。やはり改正をするのであれば、最大の問題である保証がないと、保証に対する法的根拠がないというところをやっぱり変えていく、保証変えていく、まあ、修正、まあ、私ども野党として共同提案で出してますけども、まあ、そういう方向での改正を急いでやるべきだというふうに思います。フランス店の及川と申します。予算案についてなんですけども、社会保障の自然度を削減するという方針が、まあ、ずっと継続して続いているわけですが、まあ、消費税導入の時、先日も申し上げましたように 5% か 10% に上げるとき、それを全額社会保障に充てると言ってたわけですね。その整合性についてどのようにお考えでしょうか。いや、これはもう一貫して整合性がないと、まあ、大体社会消費税は導入するときも増税するときも社会保障のために使うんだというふうに言ってきたのが、まあ、常套手段ですから。で、実際には社会保障の抑制路線を続けてきたわけですから、まあ、そういう問題点が今回も出ているというふうに思います。別問題なんですけども、今外環道の調布の陥没のことで宮本さんと山添さんが一生懸命やってくれてます。まあ、そこの選挙区の立憲の人はなんか全然協力してません。共闘ができているとは思いませんけども、それと同時に関連で起こった流体の問題なんですけども、これからコロナのことを考えてはっきり言って新幹線を使わないで帰省する方も多いと思うんですけども、あれは全くですね、正直言ってもうどうしようもない東日本高速道路がですねミスったわけですけど、こういったことがないようにですね、今ちょうど4機会空いてますけども、両方の悪いことをやってるんですね、社長などを呼んでですね、これは全く公的な問題ですから、高い銭払って何やってんだということでね、初動のミスなんですね、完全にね。しかもまだ埋まってるという車を数えるのもですね、70台ぐらいで、実際は1500台ぐらい埋まっていたわけですけどね。そういったことで、予備、これ緊急にですね、ちょっと外環道のこと、関越道のこと、関越道のこと、いや、とにかく要するにあれです、非常に両方の、まあ、車中にとってはあれですよね、非常に痛い問題ですけども、これ正直言ってまだ雪は降ります。そこでですね、まあ、4控えあたりでちゃんと野党の合同ヒアリングで一度ですね、社長を呼ぶ必要性があるんじゃないでしょうか。まあ一つのテーマとして検討はしたいと思います。はい、はい、すみません、共同通信の話題です。ちょっと話題からまして、ちょっと統制拡大で伺いたいんですけれども、
以前ですね、あのコロナ禍の6月から9月に、まあ、2790人があの入党したということがありましたけれども、まあ、そのコロナ禍での入党は、まあ、どういったことが背景にあると、まあ、党として満たして分析しているのかとか、あとまあ総選挙への足がかりになるのかとか、まあ、そのあたりのちょっと評価を伺いたいんですけど、あの6月から9月まで党勢拡大特別期間、特別月間に取り組みまして、まあ、今お話しあったように、2790人が入党を申し込みました。でこの6月から9月まで、特に後半7月から3ヶ月は、あの連続で現政での前進、まあ、すなわち亡くなる方とか、まあ、党を離れる方よりも入った人の方が多いという結果になっています。でまあ、なぜそれができたのかということについては、やはり一つはこの政治情勢、まあ、共産党を除くという壁が崩れて野党の共闘ということが日常的に行われるようになったということ、それからコロナの下で、まあ、人々の政治や社会に対する見方がやっぱり変わってきている、新自由主義、何でも経済効率優先の在り方でいいんだろうかというような思いが広がってきている。でそういう中で特に特別月間では若い世代労働者の入党が多かったというのもそういうことの表れかなと。それからやはりその1月に投稿料を改定したことが非常に大きな力を発揮しているというふうに思っておりまして、まあ、コロナのパンデミックの広がりと今の資本主義の矛盾との関係であるとか、あるいはその中国に対する考慮上の規定を見直したということなどが、まあ、その中身が入党のきっかけになっているということも言われています。まあ、全体としては全国1万8000の支部、まあ、小学校の数に匹敵するわけですけれども、その支部が本当に大奮闘して支部が主役で党員を増やそうという動きが広がった。この特別月間通じてですね、支部の 42.8% が新たな党員を党員に働きかけると、入党の働きかけを行うと、まあ、今までにない広がり、まあ、これを 100% に、ね、していかなければいけないわけですけれども、まあ、そういう活力が生まれたのかなと思います。まあ、改めて今回日輸送において4月末までの特別期間を呼びかけたわけですけれども、まあ、全ての支部が新しい党員を迎えるという形で、まあ、党創立100周年までに3割増という、ね、目標に向けて全力で取り組んでいきたいと持っています。はい、あ、すいません、読売新聞です。はい、いいですか。はい、大丈夫です。あ、読売新聞の大月です。先ほどの質問の追加なんですけど、まあ、立憲民主さんとの、まあ、今後の合意のことでなんですけど、まあ、もちろん相手があることとは言っても、やっぱり選挙体制っていうのは早急に整えていく必要はあるんじゃないかなと思います。やっぱり局長としても、まあ、合意の時期っていうのはやっぱ早ければ早いほどいいというふうにお考えでしょうかということと、まあ、その時期をちょっとでも早くするためにですね、まあ、何か追加で働きかけていきたいとか、まあ、この前5項目ご提案20項目出されてましたけれども、まあ、そのあたりどういうふうに訴えかけていきたいと思いますでしょうか。まあ、それは一刻も早い方が、一日でも1秒でも早い方がいいというふうに思います。まあ、そのためにはやはりまあ、話し合いをですね、丁寧に積み重ねていくということもあるし、やっぱり全体としてやっぱ野党共闘して、それで特に共産党も一緒になって連合政権を作ってという機運というかね、世論というか、やっぱりそういったことが盛り上がっていく、この間のやっぱり野党共闘の一番の力になったのは、まあ、いろんな運動をやっている皆さん、市民の皆さんのやっぱり野党は共闘という声が後押しになりましたので、まあ、そういったことを、ね、強めていくということが大事かなというふうに思っています。はい、あ、すみません、ちょっと別件で少し前の話なんですけれども、先日ですね、11月末に国会の議会開設130周年の記念式典が開かれて、まあ、共産党さんを欠席されたと思います。まあ、通常国会とか臨時国会での開会式には、まあ、出席されていると思うんですけれども、まあ、そこで欠席された、まあ、理由っていうと、ちょっと今まで聞いてなかったので改めてお聞かせいただけたらと思います。いや、欠席してないですよ。議会開設130年記念式典でしょ、はいはい、出席してます。あ、出席されてますか。はい、式典委員として議員運営委員の塩川哲也衆議院議員が出席してます。欠席はしてません。はい、はい、
はい。アビガンのことで恐縮なんですけど、もしコメントがあればでいいです。実は今夜なんかその厚労省の部会で審議される見通しのようで、なんかもしかしたらこの承認が難しいんじゃないかという可能性が指摘されているので、本当仮定の質問になってしまうので恐縮なんですが、安倍総理は5月の段階で承認目指したいと言っていたのが、まあ、この今12月までこう来ているということも含めて、まあ、アビガンの承認が遅れていることについて、もしコメントいただけるようでしたらお願いします。アビガンについては新型インフルエンザの時に緊急使用ということでね、認可もかなり特例的に行われたという経過があるんですよね。で、時の認可そのものが本当に科学的に十分な検討を経たものかということについては、いろんな意見があるわけです。ですから今回、新型コロナウイルスに対して適用を決める場合にもね、これやっぱり慎重な検討をしなければいけない問題だというふうに思います。有効性という点でも、果たして明確なのかということについては、さまざまな意見がこのアビガンについてはありますし、再帰形性の問題などはですね、これ明確な副作用があるわけですよね。やっぱりそういったことについて十分な検討は必要だと私は思います。はい、石井更新聞の川口です。解散についてお伺いしたいんですけれども、はい、新型コロナに対する政府の対応などですね、政府の対応が不十分だと思っていらっしゃる、そして次は連立政権を取るべきだと思っていらっしゃる立場でいうと、一刻も早く解散をという考え方もあると思うんですが、改めて今の時点で、解散はいつやるべきだとお考えでしょうか。もう今の菅政権というのは、これは一刻たりとも長続きさせてはいけない政権だと思っておりますし、それは解散を野党としては求めるというのは当然だと思います。解散して、政府を倒した新しい政権を作るということが必要だと思います。いつやるべきかということについては、これは、世論と、さまざまな運動と、で最終的には、政府与党ということで決めていく問題なので、いつがいいというのはなかなかこちらから言うべき問題ではないのかなというふうに思いますが、できるだけ早い方がいいのではないかというふうにも思いつつ、同時にやっぱりコロナ感染が今これだけ消滅を極めているわけですから、やっぱりそういう中で解散を行う、総選挙を行うということについては、国民の理解はなかなか得られにくいのではないかなというふうに思います。という点でいうと、やっぱり一定の、原理原則論から言うと、それは政権を倒してね、野党の政権を作るというのは我々の目標ですから、早い方がいいというのは原理原則してあるけど、今のこのコロナの感染状況からすれば、それはもう今すぐ解散総選挙やるとはなかなか言いにくい状況かなと思います。そういったこともよく見ていきたいと思います。よろしいですか。はい。